全盲女子の波平丸です。今回もいつも一緒に動画を作ってくれている和平田さんから LINE が届いてますので、この Apple Watch で聞いてみましょう。しない極意を教えてもらいたい。街中ではほんの数秒程度の時間的ロスを嫌がる人がかなり多いように思う。信号が赤に変わりかけてるのに無理やり渡ろうとする車、スーパーなどのレジ待ちでイライラしてる人、飛行機なんかで我先に降りようと強引に行動する人、エレベーターの閉まるボタンを連打する人などなど、ほんのちょっとせいだからって何も変わらないはずなのだが、全盲の波平丸ちゃんだからこその見解を聞かせてほしい。はい、そうですね。確かにせかせかしてるなっていう感覚はありますよね。なんかもっとゆったり生活できたらいいのになと思ったりするんですけれども、まあ、それでも私自身にもね、ちょっと焦る気持ちが芽生えてしまうことってあるような気がするんですよね。例えば電車に乗るっていう時にちょっと急いだら乗れるかなって思うと、その電車に乗らないといけないような気がして急いでしまうとか、ね、もし乗れなかったとしても大阪に住んでたりしたらもう数分待てばすぐ次の電車来るんですけど、ね、それを分かっていても乗らないとっていう気持ちになるっていうことはある気がするんですよね。まあもちろん急いだら危険なのであんまり急ぐようなことはしないんですけど、まあ、あと、ね、喋るのに関してもそうですよね。なんか短い時間でたくさんのことを伝えないとって思うと早口でね、ついいろいろ話してしまうんですけど、なんか結局ゆっくり確実に話すのとそんなに内容的には変わらなかったりするんですよね。あんまり急いで喋ると余計なことまで言ってたりして、結局はね、急がないで喋った方が良かったなっていうこともあったりするんですよね。うん、なんかそんな感じでつい急いでしまうっていうことあるんですよね。あんまり意味がないのに、なんかどうしてそうなるのかなって考えると、やっぱり時間を無駄にしたくないっていう気持ちが特に最近強まってる傾向があるのかなって思うんですよね。なんか何もしないことに不安を感じる、何もしてない時間っていうのが良くないんじゃないかっていう気がするっていう、なんかそんな傾向があるのかなって思いますね。なんか電車に乗ってる時とか何をして過ごすかっていうと、もう圧倒的にスマホを見てる人が多いって聞くんですよね。で、まあ、スマホを見ること自体はいいと思うんですけど、なんかちょっとね、その何もしない時間っていうのを大事にしてみてもいいのかなって思ったりするんですよね。私なんか結構ぼーっとするのが好きで何もしてない時間を多く取ってる方かなと思うんですけど、なんかたまにね、こんなに何もしてなくていいんかなって不安になったりするんですけど、なんかもっとね、何もしない時間を好きになっ
でもいいのかなっていう気がしてて、スマホを見てる時って言ったら、そのスマホから得られる情報と向き合うわけですけど、何もしていない時間ってね、自分と向き合うことになるわけですよね。で、こう普段は気づかなかったようなことに気づける機会になったりもするんですよね。なので、もしなんかちょっとせかせかしてるな、焦ってるかなっていう気持ちになった時には、スマホを手放して何もしない時間を作ってみるっていうのもいいんじゃないかななんて思います。はい、ということで今回はせかせかしない極意について、なみへいまるが思うことをお話ししました。最後まで見てくださってありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価などお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。なみへいまるでした。